クラブピラティス。じゃあ奥さんと行ってまいります。行ってきます。はい、ソータです。今日は世界的に展開されてるクラブピラティスっていう大きいピラティススタジオがあるんですけど、そこに行ってこようかなって思います。クラブピラティスって2024年の9月12日から岡山県初で中仙道の方にクラブピラティスさんできたんですけど、今日が9月の23日、2週間足らずですけど行ってこようかなと思ってます。クラブピラティスさんってもうほんと世界的にいっぱい展開されてるんで、自分のスタジオに行かせるところもあるでしょうし、自分の体を見つめ直すっていう意味でも僕もたまにスタジオいろんなとこ行ったりするので、しっかり動いてこようかなと思います。もちろんピラティススタジオの方には僕ピラティスインストラクターですっていうのもお伝えして受け入れてくださったので本当に感謝してるんですけど、今日はしっかり行ってみて、よかったら通うっていう選択肢も、中仙道の近くの美容院に8年ぐらいそこに通ってるので、そちらにも通えるかなと思うので行ってみようかなと思います。クラブピラティスさんって日本でも50店舗以上あるって言われてて、岡山県は初なんですけど全国いろんなところにあるので本当に大きいピラティススタジオで、世界的にも8カ国ぐらい、アメリカ、ドイツ、スペイン、カナダ、イギリス、日本、韓国、メキシコって8カ国もあるって言われてるんで、めちゃめちゃいっぱい勉強になるとこあると思うので、しっかり行ってきます。最大12人のグループマシンピラティスなんで、僕らはフォームローラー使ったマットピラティスが主なんで、ここも勉強になるとこいっぱいあるかなと思います。僕のフォームローラー使ったピラティスしか受けたことない奥さんと一緒に行ってこようかなと思うので、これから行ってまいります。それでは行ってみましょう。はい、到着しました、クラブピラティス。じゃあ奥さんと行ってまいります。行ってきます。はい、帰ってきました。クラブピラティス良かったですね。奥さんと行ったんですけど本当に楽しかったです。マシンピラティスはあんまり僕もする機会少ないんですけど、いや、やっぱマシンってすごい達成感っていうのと、あとはやっぱり特別感ですね。やっぱやったな、すごい頑張ったなっていう、これ使って頑張ったなっていうのと、まあお家ではできないこの特別感、ここでしかできないっていうのがあってすごい楽しかったです。あ、まあ結構本当よくって入会しようかなって迷ったんですけど、やっぱちょっとインストラクターさんも、まあ僕が、まあ、このスタジオを運営してるっていうのを知らなかったのか、結構マットピラティスのディスりじゃないですけど、マットピラティスじゃできないよねみたいな結構ディスりがあったんで、少しちょっとうんってなったとこはあって、結局入会せずに帰ってきましたね。単価としてはやっぱりフランチャイズっていうこともあって安い、4回でも1回3000何円の感じになると思うんで結構安めなんですけど、まあ、どこに効いてるかだったりとか、その人に合ったっていうのはやっぱグループレッスンなんで、もうずっとフローで流れる、なかなかどこに効いてるかって意識はしづらいんかなって思ったとこもあります。だけどやっぱやった感すごい、あ、頑張ったな、足効いたな、なんかきついなっていうのはあったんで、奥さんも結構喜んでやってましたね。まあそんな感じで、まあいろいろやっぱ学ぶこともあるなと思いつつ、いろいろ取り入れてやっていきたいなと思います。はい、で、あと倉敷のアウトレットでナイキ行って、最近ちょっとユニフォームまた新しく買いました。ナイキパンツですね。可愛いですよね、この横がちょっとこう迷彩柄みたいになってて可愛いナイキの黒パンツまた買ったのと、あとはもうこれやっぱアウトレット超安いですよね。これもカラシ色のやつ1399円、めちゃくちゃ安いやつありますね。これユニフォームで買っていったのと、上は3着買ったんで、まあ、S サイズで、はい、これなんかちょっとサッカーのユニフォームっぽいやつ、これもなんかちょっとサッカーっぽいなと思ってあれだったんですけど、着てみたら結構可愛かったんで買いました。と最後もう普通にシンプルな、ドシンプルな黒ですね。まあ汗も目立ちにくいですし、こういうの可愛いなと思って買ってます。これも大体1999円、もう2000円以下で全部買えたんで、ほんとアウトレットいいなっていう感じでやってます。まあこんな感じで僕の方も、しっかりスタジオ運営頑張っていこうかなと思ってます。まあほんとどっかいろいろ通ってみてもいいかなって、今日行ってみてやっぱ気づくこと多かったんで、いろいろ行ってみようかなと思います。このチャンネルではこうやって、ピラティスに対する発信だったりとか、体を良くすることについて、発信していけたらなと思います。エクササイズもたまに動画で上げていってるのと、あとは毎週体に詳しくなるショート動画も上げてますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。
はい、そんな感じですね。まあ自分の体が一番良くなっていかないと、人に教えるっていうこともできないと思うので、自分の体もしっかり頑張って鍛えていって、フルマラソンで3時間切りサブ3を目指していこうと思ってるので、ぜひぜひ応援してくださる方は、グッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。あと、岡山城近くでピラティススタジオをこうやって運営してますので、ぜひ、興味ある方は概要欄からホットペッパービューティーのリンク貼ってますので、そちらからご予約いただければと思います。それでは、失礼いたします。